はい、皆さんこんにちは、マダルグルビージです。では今回は新ギレンデをベリーハードチャレンジ続きをやっていきたいと思います。一年戦争のティアンム提督のシナリオを使ったベリーハード攻略企画になりますが、ここに木星に行かなかったシロッコ、ジュド、ルール化を歴史介入させてのプレイになります。オーバーエイジド、モビルスーツやモビルアーマーの介入はありませんので、ここまでかなり苦戦しながら進めてきています。前回はそんな中でもね、ハーバー枠、これ大激戦4時間に及ぶ戦いでしたが、消耗戦の末なんとか制圧完了しています。今回は残るジオン軍の拠点サイド3とグラナダ、このうちグラナダの攻略を行っていきたいと思います。でジオン軍も消耗しているとはいえですね、サイド3本国から続々と援軍、これをアーバー枠奪還のために送っていきますので、アーバー枠を防衛しながら精鋭部隊をグラナダに放り込んでいくという戦い方をしていきたいと思います。では時間を進めていきましょう。モビルスーツの量産機ですけども、事務階に変えていきます。今までは事務コマンド宇宙船仕様だったんですけども、事務階の方がだいたい 10-15% ぐらいですかね、性能的にアップしてますので、これを全部事務階へと量産を切り替えていきましょう。さあソーラレイ、実は一発食らってしまいましたけども、部隊の方は順調にグラナダに迫ってますので、このままグラナダに進行していきます。ソーラレイ食らうとガンダムタイプでも確実にやられますね。なのでソーラレイの車線上、もちろんアーバオアクーとサイド3本国間向けているんですけども、グラナダ方面に向けても発射してくるので、その河川上に絶対に入らないように気をつけます。もう一発食らってヘビーガンダムが3機、フルアーマーガンダム3機失ってしまうという大損害出てしまったので、ちょっとね、同じような過ちが出ないように気をつけたいと思います。失ったガンダムタイプはアーバー枠でもう一度生産して、この後ですね、グラナダの進行戦の後はもちろんサイド3本国に向かいますので、そういう意味でも戦力増強はしておきたいと思います。では部隊の方ですね、グラナダに入れそうなので、ここで特別作戦グラナダ攻略作戦発動していきます。これより我が軍はグラナダ攻略作戦を開始する。目標は月面基地グラナダ。この地を制圧できればジオン本土は我らの前にその無防備な姿を晒すだろう。連邦勝利のため諸君らの健闘に期待する。ではまずは侵入していきます。ちょっと届かないかな。残念ですけど、柔道のアレックスでもちょっと届かなかったですね。であれば先に殲滅戦から入っていきましょう。アムロはですね、ここではフルアーマーアレックスに乗ってもらってます。まあ、運動性能はやや落ちるんですが、その分耐久がアップしているアレックス、フルアーマーですね。グラナダに入りましたので、グラナダ進行戦開始していきたいと思います。でちなみにですね、開発状況でいうと今ちょうどバーミンガム出てますけども、戦艦に関してはバーミンガム、アルビオンの開発が完了しています。なので、これからですね、サラミス系からは、敵軍事拠点に侵入しました。アルビオンに、数をね、切り替えていこうかなと思います。すでに戦艦の数、絶対量が必要なフェーズではないので、撃破されたサラミス、マゼランに関しては、高性能機、アルビオンに切り替えていきましょう。では基地中心部に向かっていきます。敵の機影確認しておくと、まあ嫌な相手としてはここにいるパーフェクトジオングかな。3機見えますね、パーフェクトジオングが。あとここにビグラング、ビグザムはいなそうです。まあ嫌なのはパーフェクトジオングかな。ここにニュータイプが乗ってたりするとむちゃくちゃ厄介ですよね。我々の方はですね、アムロ、ジュド、シロッコ、このあたりが、
まあ、いわゆるガンダムタイプに乗ってもらってます。まあ、具体的にはですね、柔道はアレックス、アムロはフルアーマーアレックス、シロコはヘビーガンダムに乗ってもらっているという状況ですね。そしてヤザンはですね、まあ、残念ながらソーラーレイの攻撃でヘビーガンダムコッドを沈められてしまったので、再度ヘビーガンダム生産してですね、今はア・バオア空からサイド3本国、ここに先に先行してもらうような形で動かしています。なので、まあ、このグラナダの攻略戦には参加はしていないという状況ですね。ではモビルスーツ隊展開していきます。まあ、先行するのはやっぱり柔道のアレックスですかね。この辺りを先行させていきます。さらにシロッコ、アムロ、この辺りもね、この後発進させていきたいと思います。さて、ここにいたのはギレンでしたね。チベ海に乗っています。ここにフルアーマーのアレックスが戦いを挑むというシチュエーションですね。こいつが本当に倒すべき相手なんだ。ライラの G3、 フルアーマーのアレックス、アムロというところですね。まあ、ここはいくらギレンといえどもこの G3 のガンダムとフルアーマーのアムロがいれば、まあ、撃退撃墜できるかなと思います。これでギレン総帥撃沈です。本当に怖いのはパーフェクトジョングですからね。誰が乗ってるか確認して一気にね仕留めていきましょう。まずパーフェクトジョング1機目ですね。3機確認したうちの1機目、ここには誰も乗っていなかったです。まあ、こういうラッキーがあるうちにできればね進行して潰しておきたいですよね。ただまだパーフェクトジョングはね数残ってますからね。残りのパーフェクトジョングの行方にも注意を払って、おきたいかなというところですね。ここはシロッコです。シロッコのヘビーガンダム、まあ、パイロットの能力が優秀だっていうのもあってかなり火力出ますね。ここはヘルシングの地で撃沈できると思います。でザンジバル海がですね基地中心部にいるんですけども、これあのシーマ様が乗ってました。なのでこのシーマもね、倒していきましょう。心配しないで。残りパーフェクトジョング2機も特にパイロットは乗っていませんね。ここはアムロのフルアーマーアレックスがギャンクリーガーに挑みます。敵はケンプファー、アクトザク、ゲルグイエーガーがいますね。まあ、さすがに1回で全機破壊というわけにはいかないですが、まあ、それでも前衛3機強いところ全部潰しましたね。教えてあげる。本気の戦いってやつをさ。ここはライラの G3 ガンダムがちょっとね索敵はまらなかったんですがビグラングを撃破しています。甘いね。だから負けちまうのさ。着実に数はね減らしてますね。阻止せねば多くの人命が無意に失う。公園もチベを撃沈です。ではグラナダですが基地の中心部、ここの制圧ができそうです。制圧しちゃいましょう。あとは残りのね敵部隊残っているものを一掃しておきます。まだねジオングとか残ってましたからね、これらを倒しておきましょう。はい、これでグラナダの制圧完全に完了しました。我が軍の勝利です。我が軍は全宇宙基地の制圧に成功しました。もはや
我が軍に立ち塞がる壁は存在しません。ついにサイド3攻略作戦提案来ましたね。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。あ、バーワークーの攻防戦が今のところね一番きつかったですね。そして GP01 ですね、これ開発計画来ていますが、この開発計画はまあ一応進めつつではあるものの、サイド3攻略始めていきましょう。ここ多分最大の激戦になるんじゃないかなと思いますね。ケンプはゲルグブイエーガーなんかを量産してきている、このサイド3の戦力に対して、こちらはですね、グラナダとアーバー枠2つのルートを使って進行していきたいと思います。ではその様子は次回ですね、またお届けをしていきたいと思います。今回はここまでにさせていただきます。